村瀬と郎は日本の医師、日本医師会会長を務めた。旧正横須賀中学校を経て、1946年に慶応義塾大学医学部を卒業。翌年より国立三島病院で勤務し、この頃から小児科を専門とした。1950年に静岡県由井町に村瀬医院を開業し、1964年に、 東京都渋谷区に委員を移している。1972年からは、厚生省予防接種近畿省委員会の委員なども、勤め、予防接種行政に関する提言を行って1976年の予防接種法改正に貢献した。1984年に日本医師会の常任理事となり、公衆衛生への功労で、厚生大臣賞を受賞した。翌年には、 厚生省のエイズ調査検討委員会の委員としてアメリカの状況を調査している。1992年から4年間にわたって日本医師会の会長を務め、ジャイカとの共同事業ではネパールに小児のためのヘルスケアセンターを設立し、医師や看護婦を派遣した。1995年の阪神・淡路大震災では震災翌日に災害対策本部を設置して、 医療チームの派遣を要請し、一週間後に自らも現地を視察している。また、早くからかかりつけ医制度の導入を呼びかけた。これらの功績から1997年に君一等随法賞を受賞し、1997年に肺がんのため逝去した。十三味が追贈されている。大学時代は医学部アイスホッケー部を創設し、卒業後も支援を行った。 趣味は映画鑑賞で映画関連の著書もある。ありがとうございます。